アルバニア鉄道はアルバニアの国営鉄道事業者でアルバニア国内の鉄道網の運営管理を行っている。路線網のメインとなるターミナルは港湾都市ドゥラスである。アルバニア鉄道の路線網は東はポグラデツ、南はビオル、北はシュコドラに達している。またュトティラ内の支線もある。1980年代に路線は シコドラを越えて、アルバニアの国境の町ハーニ・ホーティートを経由して、モンテネグロと繋がった。しかし、この路線は貨物のみの運用であった。近隣国のマケドニアやギリシャとの鉄道の接続は、現在ない。アルバニアの鉄道は、非電化で、チェコスロバキア製の t 6 6 9系ディーゼル機関車が使われている。基本的に全線単線で、 多くの交換駅が設定され、そこを列車は通過する。ドイツ鉄道やトレニタリア、オーストリア鉄道、ポーランド国鉄など他の欧州諸国の事業者から導入した中古車両が利用されている。車両は投石や落書きなどバンダリズムにより車体内外は荒廃している。また、レールが鉄のスクラップとして盗まれたりするためフルスケジュールで、 運行されていない路線も多くある。ドゥラス、ティラナ間の改良は2013年には開始される予定だが、似たような以前の計画はアルバニア政府により中止されている。ありがとうございます。